俺は朝、昼、夕方とセッカたちが他の悪神教と戦っている時に一つの情報を集めていた。シアーネ、ロフコンテ。前日、俺は確かにシアーネだけを確実に殺した。だが結果は殺せていなかった。つまり、現時点でシアーネを同じように殺害しても無意味ということである。そこで俺はまずメリアと一緒にシアーネについて情報を集めた。父さんなら何かわかるかもしれない。どうしたパト、何か進展があったのか。いや、でも父さんがもし知っていたら教えてほしいんだ。シアーネ、ロフコンテ、この人物を知ってる。懐かしい名前だ、もちろん知っている。知ってるの。ああ、シアーネ先生は俺や母さん、あと、ツクヨミという俺の同期の地球防衛軍の先生だった。父さんたちの、先生。ああ、どの分野においても尊敬できる人だった。特に戦闘に関してはかなりの域に達していたと今でも思う。20年前、シアーネ先生は地球防衛軍の第一隊長だった。だが、20年前に悪神教の軍種4名による地球防衛軍襲撃があった。この襲撃で6人中4名の隊長が死亡、その他にも副隊長、その他隊員の多くが亡くなった最悪の事件だった。その中でシアーネ先生だけは単独で襲撃者を撃破した。だがその戦闘の後遺症が原因で隊長を辞任、そのまま防衛軍も辞めてしまった。その先はプライベートだからあまり話したくはないが、聞いた話だと。俺の同期のツクヨミの家で、10年ほど家政婦をしていたと聞いた。ツクヨミも、当時子供ができてすぐに奥さんが亡くなってしまった。だがツクヨミはシアーネ先生の後を継いで第一隊長に就任していたゆえに子供の面倒を見るのが困難だった。そこでシアーネ先生がツクヨミの子供の面倒を見てくれていたんだ。どこからどう聞いても善人、しかも子とかからしたら母親も同然、なのになんで。だが、今頃なぜシアーネ先生の情報がいるんだ。あの人は8年前、すでに亡くなっているはずだが。何言ってんだよ。父さん、亡くなってる、シアーネさんが。ああ、さっきも言ったが後遺症でな、俺も葬式に行ったから間違いない。なら、俺は、誰を相手にしてるんだ。詳しく聞かせてくれないか。おそらく、本人、だろうな。いや、確証はない。だがパトが殺してもなお生きている。そんな芸当ができるのはシアーネ先生の能力、影支配、があってのことだろう。影支配。影を媒体とする能力ですね。分身、影の具現化等の能力が使えます。その通り、だからシアーネと名乗り、能力、容姿の類似からして他人ではないだろう。だが目はおかしい。あの人の目は緑だ、赤ではない。悪神教に入ったことで目の能力を得た副産物とか。それはないですよ。永続的に目が変わるのは体の仕組み自体が変わるレベルです。月下ちゃんや石下ちゃんみたいに神化したならわかりますが、自身の能力だけでは一時的に目の構造を変えるのは可能ですが、永続的には不可能です。おそらくすでにシアーネさんの肉体は別の誰かに所有権が移っていると思います。おそらく、この場合悪魔、もしくは第三者の肉体改造、どっちかでしょうけど。父さん、俺はどうやったらシアーネさんを救えるかな。トトはシアーネ先生とどんな関係があったんだ。恩人だよ。俺が好きになった子をずっと支えてくれた恩人。だから助けたい。どんな形でもシアーネさんが救われるなら俺は何でもする。ならシアーネ先生の肉体を完全に消滅させてくれないか。シアーネ先生の体でこれ以上不名誉を重ねさせたくない。本当は俺が直接やりたかった。父さん。だが、その思いを息子のお前に託す。同じ恩人ならシアーネ先生を救ってやってくれ。わかった。父さんの思い、引き継ぐよ。それにツクヨミさんや母さん、ことかの分まで。ああ、すまない。だが無理だけはしないでくれ。シアーネ先生は強かった。それに加えて悪神教膠着クラス。俺たち隊長でも本来なら手を出してはいけないんだ。大丈夫ですよ。ご主人はもう弱くありません。この大会ではあなたを上回りますよ、トウヤさん。そうか、なら安心して任せられるな。頼んだぞ。ずっと悪魔の情報を集めた。そこでアロケルの情報を得たんだ。今のお前がアロケル、その肉体と契約している悪魔本人、違うか。さて、それはどうですかね。もう長い年月アロケルとシアーネの魂は混じり合って今ではどっちが本物かわかりやしません。シアーネの記憶もあれば、アロケルの意志もある。もう私は半身は大悪魔、すでにこの肉体は滅んだもの。それを以前のシアーネというのは、少々無理があるかもしれませんね。メリア、どう見える？危険はアロケル、シアーネさんの思考や記憶を引き継いでるだけで、そこにシアーネさんはいません。そうか、なら当初通りだ。アロケル、シアーネさんの肉体を返してもらう。これ以上シアーネさんを怪我すな。そう、なら今夜も私を満足させてね。まずはシアーネだけで、影支配栄養。
たらさすがにヤバいか。ですね、切れ味もそうですが、あの影に触ると色々まずそうです。ご主人、剣を貸してくれませんか。攻略は影を切るで大丈夫か。十分、行きますよ、ご主人。メリア行くぞ。はい、素早いわね。影控え、カネ控え、カレーと、能力の世界に、させるかよ。難攻。まずはあなたから。ご主人の能力範囲から離れた。では、相手してあげます。オーラを使って戦う技術、その真髄を見せてあげますよ。無駄なことを、無駄かどうかなんて、あなたの狭い価値観で決めるな。姿を闇と同化させて気配も消しているんですね。いい結界じゃないですか。能力との相性もいい、ですが、むしろそれは私にとっての好都合ですよ。私のオーラの防御壁でも防ぐことは可能。火力はそこまで高くない。メリアはどうした。シアーネ、あなたが火影の中に置いてきたのでしょう。俺は当然メリアナの乱行を使った。なるほど、強制的に能力効果範囲を狭めたのか。だから俺の能力がメリアにまで届かなかった。影を切る効力が全く効いてない。影以外にもちゃんと物質を混ぜているのか。さすが元隊長、生半可な攻撃では物ともしないな。影支配、英月輪。すごい破壊力、攻撃を後押しする台風のようなフラッシュ。はあ、はあ、はあ、まさかこんな上空まで。影支配、結束。月全体が影に、な。ここまで、強いのか。隊長クラス、その実力もヤバいのに。まだ、握手券、打開すらも出させていないんだぞ。安心して、握手券なんか私の影支配に比べたら弱い。知識上昇、悪魔操作、死弱の魔眼。私自身の能力は同じ公爵悪魔の中でも劣るレベル。その代わり打開の力はなかなかだけどね。なるほど、手の内を明かしてくれて感謝するよ。だって魔眼以外絶対に使わないし、ダモンを出させるのは絶対に不可能だと理解しているからね。公爵クラス以上の主張は一人一人の実力が高い。故に私みたいに自身の持っている握手剣を使う必要性がない場合もある。ダモンを出させて殺す。そんなやり方は公爵以下の主張にしか通用しない方法よ。そうかよ。でもな、ぶっちゃけダモンなんてどうでもいい。俺は今シアーネの体を無断で乗っ取っているお前が気に入らない。だからダモンなしでもお前をここで倒す。奇跡、昨日はただの悪意だったのになんで今日は救うのかしら。恩人だからだ。恩人、私の記憶にあなたのことなんて。バーカ、俺のじゃない、ことかのだよ。俺が惚れた女性を今に至るまで寄り添ってくれた。それは間違いなくことかや俺の恩人。だからシアーネも救う、アロケル、そこにお前の居場所はないんだよ。そう、残念ね。でも素敵、なら私も全身全霊で殺してあげないとね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。